香水です本日のテーマは「彼氏のゲーム問題」っていうお話をしていこうと思いますこのね彼氏がゲーム好きで揉めるとか喧嘩するっていうのって結構ね定番なんですよで、まあ、この間ね相談に来られた方のパターンでこれはあのご本人さんにまあ ちょっと例題として使わせてもらっていいですかって聞いていいっていう承諾を得たのでちょっとお話しますけど、まあ、毎週ね週末に彼氏のところ泊まりに行くんですってそうすると彼氏がゲームをしたりするんですってだからそうやめてと言って最初はやめるっていうことになってやめてたんだけどやっぱ毎週泊まりに行くとちょっとだけしたいとかやっぱりしたいとかっていうところになっていってで喧嘩したんですって。 その彼女が「ゲームするんやった」っ私といる時にゲームするんやったら「別れると」と言ったらその後彼氏から音信不通になったんですって連絡取ってももう未読するみたいな感じになってると、まあ、こんな話があったわけですよ、まあ、よくある話ですよねでこの方は「ゲームをする彼が許せない」って言うんですけどこの根本の問題って ゲームをするか彼が問題なんでしょうかというちょっと疑問を投げかけてみたいかなと思ってますあの個人的な話になると私ゲーム嫌いなんですよ自分は絶対しないしあとあのまああんなの時間の無駄としか思ってないし <laughs> あの同じ感じこの人と同じ感じ嫌いなんですねただ えと私は彼、えー、とゲームをやめさせたいっていうふうに別に思ってないんですよ前になんかブログの記事だったか動画だったか忘れましたけど例えばまあ彼氏が男の人ゲーム好きじゃないですかでこう一緒にいる時にピコピコやり始めたとそうした時に「あの私はあまだやんの?」って言って「やるんやったら私帰るで」って言,って <laughs> 言うんですね でそしたらやめ,やめはんねんだからそのまま連続してやり続けたことはないんだけどあのこれのこの行動の意味ねは私は彼から彼のゲームをやめさせたくて言ってるわけじゃないんですよ。えっ、ー、とねこのシーンを話すと「そんなにゲームがしたいのっらやれば?」と思ってるの。 言い方がねちょっと偉そうだからなんか脅してるみたいに聞こえるかもしれないけど、まあ、ちょっとは脅してるけどでもまあ脅すのが目的じゃないんね本当にやればいいと思ってるんよで要は彼のやりたいゲームをやりたい意思は尊重しますとただ私自身は彼が目の前でゲームをするのであれば私がここにいる必要はないよねって思うね思うしそもそもの話あの私は忙しいんですよ <laughs> あのね、やることいっぱいあるの家に帰ったらであのー、やっぱり自分で仕事持ってる自営業なんてね、あのー、や別に休みなんてないしね毎日仕事なんていくらでもあるんですよいくらでも仕事なんか作ろうと思ったらあるし例えばブログ記事1つ取ったって毎日毎日1個記事が消費していくわけですよねで私は毎日あげるって決めてるのでほな週に5回の記事と 週に2回の音声動画をを入れるっていうことを、まあ、毎日毎日やらないと、まあ、記事が切れちゃうじゃないですかだから常にやることがあるっていうそういうライフなわけですね <laughs> なので目の前でピコピコゲームをやってる人のことをじーっと待ってる暇がないのあだったらやっといてって私は私家帰ってちょっとブログの記事の一つでも書きたいと本当に思ってるわけですね このの違違い分かりますすそれさっきの人と違うんですよ言。言ってることは似てるけど中身が違う。だから私のシーンとしては、ね、一つは自分の時間を無駄にしたくないっていう意思を通したいわけですでも彼がゲームをしたいという欲求を否定はしてないんですよむしろ認めてるんですよやりたかったら好きなだけやりって言ってるから で,で私は変えるよって、帰って仕事するよ、どうするって選ばせてるってことね、で彼はあの、じゃあ、辞めるっていうのを選択してる、選択を彼がしてるんですよ、私、あのゲーム辞め,めてとか言ってないし、やんねんねって、辞、まあ、めてって言ってるようなもんやけど、辞めてとは言ってるけど、えー、とそのゲームをしてる彼をの欲求を否定はしてないですよ、本当にそこで、じゃあ、俺、ゲームするわって言ったら、本当に変えるから。 あのしたらいいやんって好きなだけ十二分にやってとねこの辺がちょっと嫌味ですけどね <laughs>、うん、でだから要はがまあすなわちはあのお互い時間を有意義に使いましょうよって言ってるだけ私はこれが私の目的だから彼がゲームをしたいっていうのをやめさせたいとかいうことではないわけうんこの違いなんですよねで一緒にいるんだ時にゲームするんだったら別れるっていう のはゲー,ムをが嫌いでゲームをする彼が嫌だからゲームをやめさせたいっていうのが目的になってませんつまり彼の行動を抑制しようとしてる自分の思い通りの彼にしたいちょっと違いますよねさっきと言ってることがうんだからうんこの方の場合ね泊まりに行ってると毎週でね彼は彼 にそのゲームの話をしたたら彼がねこう言っっててきたんですってゲームは俺のライフワークやとだから本当はやめたくないしこれをやめることは僕ができひんとそしたら彼女が「もうだったら私はもういい」とか言って「もう会わない」って言って彼女が怒って帰ったんですってでそれであでちょっとやっぱり言い過ぎたかなと思って連絡取ろうとしたんだけど恩師普通だったっていう流れねこうなった時あなただったらどう解決します どうう解決しようと思いますこれだからその相手をこう抑制するっていうのはどんな場合でも多分うまくいかないんちゃうかなと思うんですねでねまあこれ「私だったら」っていう答えを言うとあの答えって一つじゃないと思うんでね「私だったらこう解決するな」っていうのがまずね「泊まりに行かないです」 泊まりに行くのをやめるうんだって彼ゲームが好きなんじゃん家にいててゲームがチラチラ目の前にこうしたらやりたくなるんでしょ多分だから泊まりに行くってことは結構な長い時間過ごすことになるからその長い時間彼にゲームを禁止してる状態ですよね本当にゲームがライフワークとか言ってる人だとしたらそれって苦しんじゃいますって思うから じゃあ私はあの行きまませんっていう選択をしますね、うん、なんかその自分が彼の家に行きたいからって行ってでその彼の、まあ、家の彼の時間を私にだけ使ってよって言ってるっていうか私にだけ使ってって私の以外のゲームなんかに使うなんてやめてよっていうのってなんかちょっとこう抑制相手を自分の思い通りにしようとしてるかなっていう気がするんですよね。 でなんかちょっと話それますけど皆さんすぐ彼氏の家泊まりに行くじゃないですか私はそういうことおすすめしてませんからねなんか別の動画か、まあ、ブ,ロブログか忘れたけどあの同棲とか反同棲ね週末だけ泊まりに行くとか全然勧めてないむしろやめといたらって言ってるのはそういうところにもつながっていくんですけどあの私、あのー、付き合ってる彼氏に 2年以上かな付き合っててもあの泊まりに行ったことなんか一回もないよあのー、えっ、ー、と何旅行に行った時はまあ宿泊しないといけないから宿泊するけどそのダラ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 と一緒に過ごすとことまずしない必ず帰る泊まっていこうとか泊まっていけって言われても行かない帰りますこの辺は同棲を勧めてな理由とかっていうところの動画とか見てもらったらいいと思うんですけど あのー、おそらくこの人たち毎週泊まりに行ってたって言ってたからもう2人の時間がすでにね貴重なものではなくなっているんですよ多分だからそれがこの問題の本質だと思うんですねゲームするしないの問題じゃなくて彼からしたらゲー、えー、と彼女の時間を大事にするよりもゲームしてる方が楽しいっていうのがこれ現象なんですよねだからゲームしただけだと思う うん、そこに気づいて解決していかないとこれは解決しないと思うよゲーム嫌いだからやめてよって私の前でやるのやめてよって言って一方は「いや俺はライフワークや」まで言ってるよライフワークよライフワークってどういう意味やったっけと思ってあのー、調べたんですよグーグル先生でそしたら「ライフワークとは一生かけたその人の第一の仕事よ」って書いてるんですよ 第一の仕事がゲームなんだってそそ、ね、そここまでで好きななんんややっったら,そらやるよよねねうういとす第一の仕事がゲームって笑,笑けるけどまあそう,そうらしいよその人はねそれぐらい好きってことでしょだったら家に泊まりに行ったりとかして一緒の時間を過ごす時間がなければ長いほどゲーム楽しくなるんじゃないですかしたくなるんじゃないですか まあだからこういうことになるからね、だからその泊まりに行ったりとか、だらだら過ごしたりとか、そういうのはしない方がいいよって話をまあしてるわけですよ、そのどうせ進めないっていうところでもね。こんなんしてた飽きるだけやもん。それはゲームしたくなるよね。その2人の時間、貴重じゃなくなるんですよ。まあ、どうせ毎週来るんやろみたいな。そしたら俺、ちょっとでゲームやりたいわってなってるっていう、そういうことだと思うんですよね。でね。 お互いやっぱり好ましい生活スタイルとか趣味とかじ時間の使い方っていうのってあると思うんですよやっぱ30代40代になってきたらこういう生活がしたいっていうのがやっぱりあってそれ自分なりのこだわりがあったりとかねだからそれをできるだけ尊重しながら一緒にいられる時は一緒にいるっていうのが本来であって自分がゲームが嫌いだからって言って。 一緒にいる時やめてよっていうのを強制すると相手からしたらどうでしょうねっていう話なんですようんゲームは嫌いでいいと思う自分の嫌いは嫌いだからでも嫌いだからって言ってその嫌いを相手に強制するっていうのは私はお勧めしないですだって彼はライフワークまで言ってるんだもん第一の仕事よゲームがそこまで好きだって俺はって言ってるんだったら それを捨てるのは無理ななんじゃないですかだとしたらそ,そのライフワークである <laughs> ゲームをする彼をとどう付き合っていくかですよねそれ。そういう考え方でいかないと多分うまくいかないかなと思うんですよね。だからゲームが嫌いな私とゲームが大好きな彼がどうやったらお互いを尊重し合って心地よく付き合えるかっていう話かなと思うわけですよ。 だからこれに関して解決するとしたら泊まりに行かなかかったら解決できまません泊まりに行かなければある,ある程度快適に過ごせると思うんですよ。会う時も外で会うようにすれば目の前にゲームがあるわけじゃないので、あのーや,や,るね、やる機会も少ないしもしまあ、ね、スマホでやりだしたらまだやるって聞いてまだやるんやったら私帰るけどでいいと思う。私は自分のの時間大事にしたいのでって 言えばいいと思うそこで相手が何を選択するかですよねゲームをやめる選択をするのかいやこれまだやりたいからって言ってやるのかっていうことだと思うんですよ、うん、だからそ,そんなに彼がライフワークとゲームがね言うんだったらどうしてもしたいんでしょってじゃあデートもじゃあもう2時間で切り上げて帰ったらいいと思うんですよ その代わりに2時間の間はあなたがそんなにゲームをやりたいんだったら家に帰ってゲームやってってだけどあの私といてる2時間の間だけはゲームやめてねでいいと思うそれやったら強制してないでしょゲームをしたい彼のことも尊重してるしあったる間やめてほしいっていうのも尊重してるしねでもここまで言ってその相手を尊重したら まあ男性は普通上いやそこまでしてまで別にいいよってなると思うんですけどね、うん、だからこう強制されるとやっぱ嫌なんじゃないですかだから自分の嫌いを押し付けるんじゃなくて相手の好きということと自分の嫌いなことをお互い尊重し合ってやっていく方法を探すのが大事かなと思うんですどうでしょうか あとね、そのね、ちょっと趣味の話になったからちょっと言っとこうと自分の方からばっかり見てあ,あの、なんていうのかなてうか相手の趣味を図らないのも大事かなと私は思っていて例えば私はゲーム嫌いですよあんなんやってアホちゃう時間の無駄と本当に思ってる、本当に。だけどもだからといって全否定してるわけじゃなくてね、私は嫌いだけどでもそれが好きな人を別に認めます。あの だって逆で言ったらそういうのって女の人もあると思うんですよ。例えば、まあ、ちょっと例えはちょっと難しいから変な例えになるかもしれないけど、まあ、おあのカバンとかさ女の人ってカバンとか1個とかじゃないやん2個も3個も4個も買うじゃないですかそして、まあ、私もね実際、まあ、に自分の好みで似てるから似たようなカバンになるんだけど自分の中では違うものを買ってるつもりで。 あのデート行く時にこうカバン買えていくじゃないですかカバン買ってんとかって言うじゃないですかそしたら「え前と一緒やん」って言われるんですよね「<laughs> 前と一緒のカバンやん」「いやいや全然ちゃうやん」って色は近い色やねんでも素材も違うし流行の型も違うねんみたいなこっちは思うわけでも彼氏から見たらその「え前のと何が違うっていうふに見られてるわけね 彼氏から見たらえ同じようなカバンを2個も3個も買ってお金もったいないわって思ってるかもしれないわけじゃんそれぐらい人の好みとか人の趣味とかって人から見たら理解できないんですよ多分男性から見たら2個も3個も似たようなカバン持って何の意味があるのって多分思ってるよねそんな感じでだからって言ってそれを否定されたらやっぱり嫌じゃないですかいやいや私は私でこれが重要であのこれとこれは違うんだみたいな でも彼から見たらそんな似たような看板2個も3個も買ってお金もったいないって思うかもしれないよね。そのようにこう相手の立場を逆転したらこういうことってあるよなとか思うと例えば私ゲームは私は嫌いですでもゲーム嫌いやからって言ってあんたもやめやとかっていうのは思ってなくて、あのーまあ、自分なりにゲームなんでするんかなとかって考えたりするんですよ。 実際知りませんけど、まあ、ゲーム自体が楽しいのもあるかもしれんけど多分ねあれね気分転換でやってるんだと思いますよ男性ゲームしてる間ってあのなんかその何点数上げようとかこう何かを獲得するとかってこう熱中してるじゃないですかそうすると多分日頃の仕事であったなんか嫌なこととかそういうのを多分忘れられるんちゃうかなって そういうい頭を一回空っぽにするリセットの時間みたいな感じでゲームをやってるっぽいよなっていう風に私はあの分析してますだから自分がゲームは嫌いやからって言って男性にしてみたらゲームの時間っていうのは頭のリセットの時間なんだろうなっていう風に見てるんですよだから私が嫌いやからあんたもやめときやっていう風な極端な思考を持ってるわけでは実はないんですね なんかそんな感じでそのもう男の人と、まあ、女性とかって好みとか考え方とか物の見方とかまるで違うからもう違う生物と思った時にあの生物たちは <laughs> どういう意識でいるんだみたいな感じでこう逆だったらこうかなとかこういろんなことをこ考えてあの見てるだから全否定してるわけじゃないんですあ多分リラックスできるんだろうなみたいな。 ゲームしてる間はやっぱり嫌なことやっぱ会社行ったりとかして働いてたらもうね嫌な人間もいっぱいおるしね汚い場面見たりとか、あのー、な,あなんかこう,、ね、こう苦しいことがあったりとかすると思うんですよそれを多分リセットしてるっぽいなとだとしたら、まあ、それをねなんか全面的にこうや,るなやるなよとかっていうのも 違ううかなとも思うしね、まあ、私の分析が正しいかどうか分かんないけども、まあ、そんな感じでその,うーんとその人が好きだって言ってることをこう私が嫌いだからって言ってやめさそうとか否定するっていうことは私はし,しないようにはしてます。うんまあ、参考になればと思って話しましたけど、まあ、そんな感じで、えー、とちょっとねご誤解というかあの形だけこう。 真似してこう,こう変な風にねなって欲しくないなと思ってちょっとこれ話しとかなあかんなと思って今日の話をしてみましたはいということで今日の話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう